さて今回はどんなボスがお出ましだ。なんか飛空艇みたいなの出てきた。すげえ、こんなやつが相手かよ。あ、今ならここの扉も開くかな。やってみるか。おお、ビンゴ、開いた。ああ、開い、なんやねこのマスクマンたち。全員がこっちを見てるんだけど。おいおいおい、そんな熱い感想を送らなくても俺たちは平気だぜ。なんだここは。不気味な部屋じゃの。顔のようなものがたくさんあるが。びっくりした。日本語で言え。なんだこいつは。待て、何か言ってる。来訪者たちよ、目の前に見える石に乗るがいい。どうやら俺たちの意識に直接語りかけてきたらしいな。いや、喋っただよな。あの顔が喋ったけどな。とりあえず行ってみよう。ほほー、行くのか。ジタンたち、なんか不気味だなこいつら。全員がこうやって話しかけてきたらそれはビビるわな。心して聞くかよ。これは我々の始まりの文明の記録である。始まりの文明？そもそも死の衰退は我々の問題ではなかったのだ。ありとあらゆる動植物、そしてタルが耐えていった。全ては我らがテラノの老化こそが引き金だった。の老化を克服すべくありとあらゆる手段が検討された。最終的にはテラ文明の息を集め、そして最初の試みは母なるの大陸で行われた。しかしそれは失敗に終わった。その後に重要な要素がであることが分かり、大衆を絞り込んだ。4度の尊い犠牲を乗り越えた我々は未来永劫の繁栄をつかみ自らに取り込んだ。全ての動植物が蘇ったのだが、は未だに蘇らず、今後の成果が待たれる。お、最初のお前か。このテラの尊い歴史を語り継がんがため、我らは創造された。我らってか、ウィユベール自身が創造されたってことか。何なのじゃ、お主だけ読める文字など、不可解じゃ。俺だって知りたいさ。でも、今は仲間の命がかかってるんだ。とにかくそっちを優先しよう。スティルツキンがいなくなってる。なんで？なんでスティルツキンがいなくなってんの？さっき来た時と様子が違うな。さっきの星と同じみたいな、なんかスクリューサイクロン起こしてんだけど、あれすーげー高速で回ってんだけど。星がもう一つ？合体した。どういうことなんだこれは。2つの星が1つに融合したってことか。でここに来れば、フィールアイコン出てる。なんかジェットコースターのことが先に進んでるけど、ここから下に一体何があるんだ。なんかいつの間にこんなところに。話しかければいいのかな。びっくりした。なんか宣伝パズルみたいなのか。こいつがクジャの言っていたものか。さっさといただいて帰るとするか。何？どうした？何か来る。マジか、唐突のボス戦か。なんとなくそんな予感はしてたけどな。さて今回はどんなボスがお出ましだ。なんか飛空艇みたいなの出てきた。相手かよ。とりあえず盗むか。奥義で力助け盗んだ。そっか、ガーネット魔法唱えられないから召喚字も読めねえんだよな。戦うしかねえか。すげえ、なんかあれだな、なんかプロペラウィンドってなんか嫌な予感がするんだけど。大丈夫？やべえ、サラマンダー混乱した。やべえ、サラマンダーさんが混乱されたらまずいぜ。ちょいっとダガーでサラマンダーを狙うかな。よし、もう一回盗め。オーケー。あれ混乱治ったと思ったら治ってない。竜巻ちょっとやめてくれ。ジャンプで逃げる。
いや逃げられねえな。大丈夫？大丈夫？なんか浮いたお前ら。え？空中に浮いてるお前ら。まさか無重力ですか？無重力を感じましたか？とうとうやりますね、あなたたち。とりあえず銭上げ。フォトン、フォトンってなんだ。うわ、ダウンさん、やべ、いけ、防御、危ねえずら、危ねえずら。とりあえずこっちには行くつもりじゃねえがあるからな。危ねえ。こうやって徐々に回復していくからな。危ない。あ、とりあえず投げるか。さて何を持ってんのかな、お前は。炎月輪を投げる。ホーリーランス、ホーリーランスってあれか、フライヤーか。フライヤーの武器か。とりあえずもう一回防御。あ、プロペラウィンドってまたそれ、変なやつじゃん。変な混乱するやつじゃねえか。あ、ダガーも回ってる。もうトリプルアクセル、羽生結弦もびっくりのトリプルアクセル。あー、やめてくれ。もう自分にやったけど。おお、羽生結弦も宇野昌磨も驚きの回転トリプルアクセルどころか、もうインフィニティアクセル。いいねお前ら、ブーメランってやんだ。とりあえず流儀使うか、そろそろ。すげえ、もうトランス。の風、あ、てかいつの間にかガガなんか回復してんな。全回復してんな。おお、さすがあれだな、いつでもリジェネの効果ってことか。よし、ジャンプだ。フォトンってなんだっけ。あ、それなんか強力なやつじゃねえか。ジータンくん、やばい、やめてくれジータン。いや、ちょっとジータン、あ、でもリジェネ貼ってたから大丈夫だ。とりあえずアイテムでハイポーションでジータン回復させよう。アイテムぐらいならできるはずだ。いけん。あれなんか槍企画ね、お前なんか槍の持ってんのは企画ね、気のせいか。じいちゃんにもう一回あれだ、ハイポーション。あ、トランス級だと槍こんなエフェクトになるんだ。知らなかったな。プロペラミンのまたそれ混乱するやつか。あ、またダガーとサラマンダが回ってる。よし、ホーリーランスですんだ。オッケー、これでもうお前の中に用はない。とことん戦ってやるぞ俺も。さあ、もう盗むものなど何もない。ここからは思い切ったジタンも攻撃で専念できる。ブーメランってなんだかそれ見てなかったな。あ、でもジタンも取らすか。さあジタン、お前の力をね、あの低い手に見せてやるんだ。さて、トランスもしたことだし、そろそろ何か使いますか。どれ使ってないんだっけか、忘れちゃったな。それ以上ない使ってねえな。え、あ、終わった。あ、終わっちゃった。おお、やっとこの飛空艇沈めたか。おお、機能停止。この夜空の戦いを制したのはサラマンダーコール1個。いや、強かったな、あの飛空艇。しかし、あ、そうか、アークって名前か。アーク、それは箱舟だからアークだもんな。あんなのが眠ってたなんてな、恐ろしいや。え、浮遊石のかけら、浮遊石のかけらってと手に入った。え、なにこれ。え、浮遊石のかけらってなんだろう。応援ってなんだろう。ちょっとつけてみるか。召喚獣のパワーがあります。お、あ、いいじゃんこれ。召喚獣のパワー上がるんだったらつけとくかな。でも今だが召喚獣出せねえもんな。つけててもあんまり見ないか今の時点だと。こっちにしとくか。それごと持ってくんだ。グルムストーンを手に入れた。では次の動画でお会いいたしましょう。お相手はルーダスでした。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram、LINE ブログもやっていますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。せーの、バーレ。